ヤンズじゃーん。ヤンズヤンズ、今日はルームツアーをします。はい。ずっと今年入って楽しみにしてた自分だけの空間を作りたいっていう、ずっとそういう気持ちがあったので、やっとこの大好きな空間が出来上がったので、ヨガ TV でちょっと皆さんにどういう空間になってるかを紹介しようと思います。まずは自分が今住んでる家との雰囲気を変えたいなっていうのはあって、やっぱ子供がいる空間だと壁がいっぱいシールだらけになったりしてて、なんか上手にこうなんかファッションの動画を撮ってみたいなと思っても難しかったりしていて、なんか YouTube をまめに撮れる空間が欲しいなとか、壁が欲しいなとか、あと今年立ち上げたまたブランドがあって、ナリンっていうジュエリーのブランドを立ち上げましたんですけども、そういうものもここでちょっと自分のお仕事をする場所でもあって、まあ、ここでいろいろそういう YouTube を撮ったり、自分のお仕事をしたりとか、ゆっくりできる自分の空間を作りましたので、ぜひヨンズたち見てね。じゃあそしたらヨンズ一緒に行きましょう。イエーイ、わーわー、本当トモコさん一緒に内装を考えてくれる。お邪魔します。わあ、日当たりいいね。いいね、いいね。よかった。ここほら、お母さん来たら泊まれたり。ああ、いいね。で、ここでもなんか、ここでも撮影できるでしょ。あ、本当だ。で、こういう感じです。おお。ちょっと狭いけど。ここで YouTube 撮ったりとか、そう、なんかちょっとここに住むわけではないから、あ、この上での動き方、あ、動き方はそんな暴れたりはしないよ。いやーでも雰囲気、なんかこっちの方が好き、ね、そうそうそう、かわいい。あ、そしたらこれあっちでも撮影できる、ね、の壁を可愛くしに来ました。わー、かわいいお店だ。行ってみよう。こういう風にしたいかも。ここここ。そう、結構素材的にもトイレに、うん、すごく向いてる素材なので、で上の腰上のところはこのタイルで組み合わせるのも可愛いかもですね。ありかなと思います。あ、可愛い。それだけこうタイルで組み合わせるのもいいかなと思いますね。これにする。可愛い。迷いなく。あとさ、キッチンのあれも可愛いかもね、こういうのにすると。ああ、そうですね、一部分だけ。見てこれすごいよ、今言っただけでこんな全部変えてくれて。そんなそんな、恥ずかしい、すごい恥ずかしいです。例えばめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。ママ、俺はこれ今日は何を喋ればいいのかな。これはパパ喋んなくて大丈夫。今日は黙ってカメラマンやれと。ママここで一分だけ、ママ好きそうね。そうだよ。こんにちは。見てこれを、すごいヨンちゃんすごい好きそうだ。これはこの前、うん、すごいかっこよくて、でこれをね、買いに来ました。よく見つけたね、こんな。すごい好きそうじゃん、ママ。めっちゃ好きなの。椅子を、これをね、この4つを見たくて取り寄せてくれたの。あ、4つの組み合わせにするの。それか、これ、これも好きだなと思って。あっちがいいと思う。あれじゃないな。あ、ほんと。うん、背中の高さ。なんでこの背中がちゃんとあるのにして4つ揃えないの。いや、なんかね、全部同じじゃない方がおしゃれだなと思って。うん、うん、で、黒より俺こっちかな。入れたいの、これで締めたいの、こうやって。だったらこれにしたら、1個は1個、うん、これを変えて、でもこれもリネンのカーテンだからいいんだよね。リネンのカーテンを選んでて、あっち取ってこっち取ってみたいな感じ。いやー、これなんかモダンにされたんであれば、うん、多分これはちょっと系統がこっちの白いこっちとかなんですね。だからもしこのテーブルに合わす方だと、この辺とかを合わす方が多い、多いというか、なんとなく合わせた方が
思うんですけど。パパもそう思います。うん、でもパパはその木いらないな。え？これはちょっと違うかな。でもね、なんかこういうのある方が。あ、でもこれちゃんとクッションちゃんとしてんだね。格子でナチュラルの。ああ、そっちがいいと思う。でも。いや、あのね、黒入れたい。一回言い出したらやっぱ聞かないんで。あとは俺的に言うとこれもありかもしれないよ。この横長背もたれなし一つ手前にこういう組み合わせですよ。だから後ろに背もたれがあるお客さんでこっちがとか、うん、あんまり興味ないみたい。いやでもなんか黒かっこいいと思って。もうあのママがやりたいようにしてください。今日は植物を買う日。可愛いのいっぱいあるね。可愛いのいっぱいある。すごい素敵。なんかこう事務所に置きたくて育てやすいのとかありますか？さっきのりょうちゃん背大きいからこれくらい大きい方が、うんうんうん、多分これ可愛いいいかな。これはフィカスっていうゴムの木の一種で、うん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 、アフリカンプリンスっていう種類。黒胞子、これ好き。ソフォラ、これかわいい。まずはですね、カーペット、選んだカーペットはこのグレーとベージュの色にしました。で全体的になんか白い感じをしたいなと思ってたので白い感じの壁に合うようなカーペットを選んでグレーっぽい白っぽいベージュっぽいみたいな色味にしました。なんか全体的に自分がすごく好きなイメージを考えて作ったんですけどまあシンプルだけど自分の中ではなんか居心地いいような色味を選んで作りました。まずここがですね、あの自分の中ではすごくなんかリビングの中にポイントになるような場所であったらいいなと思ってここ作りました。この棚はですね、なんかあの韓国のインテリアのところで探したんですけど結構ねこれ薄いんですけどなんか存在感がちゃんとあってなんか壁が寂しいなと思ったのでこれを置くだけでちょっとこうなんかインテリアにポイントになってすごく可愛いかなと思って選びました。で真っ白の感じだったので黒い色を入れるとこうポイントになってかっこよさが出るのかなと思って入れてみたんだけどどうかな？かわいい。あとね、この千鳥は、このソファはね、昔シンガポールに住んでた時に、シンガポールで見つけたものなんですけど、すごくかわいくて、これ2つ買ったんですね、シンガポールにいる時に。で、子供が生まれて汚れたりするから、結構倉庫に置いて、ずっと倉庫に置いたまま、今の日本の家にはインテリアであんまり合うところがなくずっとずっと心の中でいつ出してあげようかなって思った時にこのアトリエができたのでここに置いてみました。こうほら1個だけでも可愛くてでももう1個の子が来たらなんかいいなと思ったりすごく悩むところで皆さんどう思う？ヨンズならこれ1つと2つどっちがいいと思う？コメントしてコメントくださいね。あと、植物屋さんにね行って買った植物これを選んだんですけどこれはソフォーラリトルベイビーっていうあー名前も可愛いよね。あとこれはピカスウンベラータっていうのかな違う？そうだね可愛いよね。なんかこうやって書いてくれたからすごくやりやすくてなんか自分でちゃんと豆にお水あげたりケアしてます。この大きい葉っぱがこのリビングにあるだけですごく気持ちよくって好きです。あとはこの鏡はですねこうやって撮影したり写真撮ったりするときに全身鏡があったらいいなと思いまして買いました。あとはじゃーんテーブルはテーブルを選んだ時すごく旦那さんとあれがいいこれがいいって言いながら結局自分が好きなこの4つの椅子になりました。あとこれはチアエンソーであの今の時代ないと
ね、消毒消毒で、このね次亜塩素を置くための棚を見つけたんですけど、これもすごくねあのマットな感じのゴールドで、高さが変えられるのでこれもすごく好きです。椅子はですね結局このベロアのグレイっぽい、これはちょっとベージュがかかってるグレイ、なんかトーンを一緒にしたいなと思ったので全体的はグレイがあって、であとちょっと白い白っぽいけど椅子はグレイで、やっぱり黒を入れたいなってずっと言ってたじゃないですか。じゃーん、黒いシャンデリアでちょっと真っ白な感じだとなんか可愛すぎちゃうところをかっこいい感じの黒を入れたいなっていうところで黒い椅子も1個入れてます。じゃーん、これ可愛くない？この椅子、ここはリネンです。なのでここに合わせてカーテンもちょっとこうリネンの素材のカーテンにして、優しい感じのカーテンの前でも撮影ができるように、なんかこのリネンの感じがすごい可愛かったのでリビングは全部このカーテンにしました。ここにいると本当落ち着いてすごく眠たくなる。これはちょっとこっちの色と違うちょっと明るいグレーの色です。でちょっとこうなんかヴィンテージ加工されてて、それもなんか味があって可愛いと思って、このテーブルとかもねよく見るとこう木にちょっとヴィンテージっぽい感じのグレーの色がとても素敵で、これもね植物屋さんで見つけたんですけど色味がすごくね可愛くって、なんか大人っぽいこの色がなんか好きで選びました。可愛い、こうやってねぷにょぷにょってして水が足りてるかどうか確認してくださいって言われて毎日こうやってテストしてる。あと鏡はねお客さんが来た時にジュエリー見れるように、この鏡すごい気に入ってる、ゴールドの。ここがリビングです。じゃーん、好きな感じになっております。ここでいろんな仕事をしたり考え事したり YouTube を撮ったり、これからたくさん4話 TV でもこの場所が登場するので皆さん楽しみにしてね。今日はねびっくりしないでなんかトイレがすごく私には大事で、やっぱトイレは綺麗で清潔感があるのがもう本当に絶対だなって思ってて、そこを変えたいっていうのがもう本当に本当に一番強い思ってたところだったので、あざざー、わー、どうですか、かわいい。いやー本当にねこれは本当に本当にやってよかったってすごく思う空間になりました。なんかここをね大理石みたいな床を敷いてストライプの壁にこれもね別につけて、こことここの間になんか入れて全体的がまとまりました。本当にこれはねやってよかったって、すごくテンションが上がる場所です。あと最後にね、ここはお仕事部屋で一人でゆっくりお仕事したいなっていう時に使う空間で作りました。今日もね床を可愛くしたかったのでヴィンテージのなんかこう木っぽいものを探してたら、これがすごく可愛くてスタジオみたいな感じにしたかったのでこっちにしました。壁も真っ白だったんですけど、リビングが全部真っ白の感じだったので、こっちはちょっとこうこれも木っぽい素材の壁を張って、これはいつでもね剥がしたりまた違うのに付け替えるのができるので、ちょっと飽きたなって思う時はこの壁をまた違う柄に変えたりもできるので、それがなんかいいなと思ってこれを選びました。で全体的にちょっと緑をまた入れて、この木もね
これすごい可愛いの、ほら大きくて気持ちいい。大きい葉っぱって本当やっぱりこう気持ちがいいから、こうやってあの緑のソファーを置いて、ここでたまに YouTube を撮ったり写真を撮ったりしたいなと思って、この壁をちょっとスタジオっぽくしました。でここはちょっとあんまり綺麗にはあの見せられないんですけど、お仕事の場所になってます。この椅子も可愛いよね、黄色い、なんか黄色と緑があって、なんかこの感じが可愛いなと思って色の椅子をあの選びました。あとこのソファーはここよくねうちの息子が来てくれるので、昼寝でしたりちょっと眠い時寝てもらえるように、これなんかベッドソファーみたいなのを見つけて買いました。あとこれはね、あのまあ私 YouTuber なのでハンガーいっぱいここにあのファッションの動画撮る時用にハンガーラックを買いました。で YouTuber なので照明いっぱいいりますよね。でこうやってここは仕事部屋として使ってます。いやーここもね気持ちいい空間になってます。だけどねまだねここの照明もちょっとなんか考えたいなっていうところもあったり、ここになんか可愛いラグを一個置いて雰囲気変えたいなっていう時に使うラグもなんか欲しいなって思ったりしております。ヨンズこうやって作った私のルームツアーどうでしたか？まだまだね作ったばっかりで、これからもうちょっといろいろしたいなって思ったりしてるので、たまに、こうやってまた変わったらルームツアーやるね。なのでみんなまた見に来てください。じゃあねー、バイバーイ。